青コーナーより全日本プロレス淵正信入場。さあ、ジュニアの赤鬼技師淵正信が入場してまいります。赤コーナーより新日本プロレス小林邦明入場。さあ、伝説のトラハンター小林邦明が入ってまいりました。ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア公式戦30分一本勝負を行います。青コーナー全日本プロレス 183cm105kg 淵正信。赤コーナー新日本プロレス181cm105kg 小林邦明。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではその辺りを注目してまいりたいと思います。ロックアップ、逆に振り返していくのか、あっとそのまま倒します。腕を捉えます。アームロックの体勢、ロープに逃れます。組みに行きます。ボディスラムで投げてまいります。組み合います。投げてまいります。リング上激しい戦いですが、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、レスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。ああ、確かにそうなりますよね。腕を取ります。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。逆に振り返した。さあ、まさにレスラーという雰囲気をオーラのように醸し出しておりますこの男。アスノでも程よいと思われるその背中はまさに五光が指しているかのようであります。さあ、今宵はどんなファイトぶりを展開していくのでありましょう。注目であります。組み合います。ヘッドシザースで返します。行くのか、テイクダウン。関節を狙ってまいります。キックを打っていきます。ブレンバスターに取りま耐えます。簡単にはいきません。蹴りを見舞ってまいります。こういっった地味なんですが、レスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね、いい攻めだと思いますよ。はい、対角線に飛ばした。パンチで返します。ここは戻ります。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。パンチを打ち込んでまいります。蹴ってまいります。ロックアップ、テイクダウンを奪います。荒っぽいファイトを展開してまいります。行くのか。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを落としてまいります。腕をフックします。エルボーを入れていきます。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。腰を落として逆エビ固めの体勢です。ロープブレイクであります。腕を取ります。チキンウィングに固めてまいります。ロープブレイクであります。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。乾いた音が館内に響きます。足を殺してまいります。掴んだ。膝を狙ってまいります。組み合います。グラウンドでのヘッドロックであります。あります。顔面を蹴り上げます。立ってまいります。抱えます。させません。抜けてまいります。腕を捉えます。腕を取ってまいります。ロープに逃れます。強烈なキックです。腕を取ります。リストを固めてまいります。ロープに逃れます。ロックアップ、そのまま倒してまいります。腰を落とします。こうやって倒れるところね、受け身を取ることによってレスラーはダメージを軽減させてますからね。この辺が奥の深いところですよね。ああ、そのあたり注目して見てまいりたいと思います。チキンウィングに固めてまいります。ロープブレイクであります。膝を殺してまいります。顔面に突き刺さります。リング下に降ります。腕をフックします。 DDT、 顔面を狙ってまいります。抱えます。打たせません。外してまいります。リング内に戻ります。リング内に戻ります。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振り下ろします。そのまま膝を決めていきます。ロープブレイクであります。腰を落とします。ゴリラホールパイルドライバー、組みに行きます。フライングメイヤー、ストマックへの攻撃であります。攻めてる方ももうかなりきついと思いますよ。はい、ハンマーパンチ強烈。小脇にかか、バックドロップ、バックに回る。おっと、外した。おっと、逆に切り返した。腰に手を、コブラの毒が回ってきたぞ。耐えました。腕を回した。フィッシャーがスープレックス。岸壁の母の胸に抱かれました。小股に挟んだ。盲点かち割った。青コーナーよりスターネス金丸義信入場。金丸義信が入ってまいります。赤コーナーより新日本プロレス自他ともに認めるザ・トップ・オブ・ジュニア重心サンダーライガー入場。さあジュニアヘビー最強の男重心サンダーライガーが入場してまいります。ライガー金丸ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア公式戦30分一本勝負を行います。青コーナースターネス 173cm 85kg 金丸義信。赤コーナー新日本プロレス170cm、95kg、重心サンダーライガー。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。組み合います。投げてまいります。いやー、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。腕を捉えます。腕を殺してまいります。フロントからのキック、フライングメイヤー、ストンピングです。腕を取ります。腕攻めに転じます。ロックアップ。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。見栄を切ってまいります。プロレスは芸術だと言ってはばからないこの重心サンダーライガーではありますが、一度その芸術を破壊する相手が現れようものならば、懐に隠した鋭いナイフをイラつかせることでありましょう。浴びせ蹴り、組みに行きます。ロープに振って行くのか、ロープに振った。ショルダータックルで倒します。リング下に降ります。リング下に降ります。ロックアップ、逆に振り返してドロップキック。リング内に戻ります。リング内に戻ります。強烈なショーだ、組み合います。フライングメイヤーで倒します。この辺り入ってますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。なだれ式のフランケンシュタイナー、北方流の浴びせ蹴りか、いけるか。ボディスラムで叩きつけた。ブレンバスター行くのか。あとバッキチンシンク、腕をフックした、蹴っていった、組み合った、あと逆に返した。ガチッと組み合った、あと切り返した。ギロチンドロップ、強烈、いけるか。ロープに振って想定を打ち込む、引っこ抜きか、投げっぱなし、パワーバーム、想定決まった、耐えました。組み合った、ロープに飛ばした、そのまま巻き投げていった。フロントキック、抱き起こす、首から落ちましたよ。首が悲鳴を上げた、どうか。ロープブレイク、ロープブレイク、ガチッと組み合った、いけるか。コーナーに振った、ストンピング強烈、ギロチンを落としていった、抜くのか、ハンマーパンチ強烈、これで決まったか。完璧にたどり着きました。ガチッと組み合った、コーナーに振ってあっ、逆にパンチ、リングに戻ります。抱えた、させません、腕を回した。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね、ここからペースを持っていきたいですね。抱えた、リング上の殺虫剤 DDT、こめかみに入りましたよ。脳髄に響いたか、ーに登ってダイビングパス、カウンター2、あ、昇天、起こした、腕をフックした、逆にバックに回った、抱えた、掴んだ、エルボーを打ち込む、組み合った、対角線に飛ばした、打たせない、リングに戻ります、全体重を落としていった、腕をフックした、正面から投げていった、小股に挟んだ、ライガーボムでいった、カウント3つ入りました。青コーナーよりスターネス橋誠入場。さあ突撃コング、橋誠が入ってまいります。赤コーナーより01高岩達人入場。さあ、ジュニアを超えた潮流、高岩達人が入ってまいります。高岩、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア公式戦30分一本勝負を行います。青コーナースターネス、 180cm95kg 橋誠。赤コーナー01179cm100kg 高岩達人。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。行くのか、コーナーに振った、カウンターで切り返してまいります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああ、そうですか。ラフ殺法に転じます。掴んだ。させません。組みに行きます。倒してまいります。掴みます。パンチで返します。打ち込んでまいります。リング上激しい戦いですが、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね。レスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。確かにそうなりますよね。蹴ってまいります。ボディスラム。掴んだ。パンチを打ち込んでまいります。腰を落とします。ジュニア選手の中では異色といっても過言ではないファイトスタイルであります。リング上の高岩達人というよりもジュニア規格外の怪力を生かしたパワーファイトで対戦相手を粉砕していくのでありましょうか。蹴りを見舞ってまいります。打たせません。外してまいります。ロックアップ。投げてまいります。組み合います。コーナーに振って高周波数の音が館内に響きます。足を抱えます。させません。抱えます。エルボーでブロック。この辺り入ってますね。そうですね。こういうのは想像以上に効いてますよ。ショルダースルーで投げてまいります。組みに行きます。返してまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。チョップがうなってまいります。モンゴリアンチョップ強烈。ボールに入ります。ニードロップ。掴んだ。ボディスラムで叩きつけます。抱えます。乾いた音が館内に響きます。技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。受け身を取っているというわけですね。そうですね。リング下に降ります。エルボーを入れていきます。ボディスラムです。リング内に戻ります。ショルダータックルで倒します。バックにもジャーマンスープレックス。ホールド。腰を落とす。リングに戻ります。リングに戻ります。組み合った。逆に倒した。気合を入れた。担ぐか。盲点2だか。体を預ける。耐えました。いけるか。強烈に叩きつける。バックに回った。円髄ラリアット強烈。カウントが入る。岸壁の母の胸に抱かれました。小股に挟んだ。打たせない。逆に返した。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。外した。ガチッと組み合った。ボディスラムで叩きつけた。引っこ抜きか。引き起こす。担ぎ上げるのか、デスパレに行った。そのまま体固め。青コーナーよりチーム2000アキラ入場。ムービースターのこの男、アキラが入場であります。赤コーナーよりバーニング菊池剛入場。特攻精神は未だ衰えません。菊池剛が入場してまいります。菊池、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア公式戦30分一本勝負を行います。青コーナーチーム2000、 180cm、99kg、アキラ。赤コーナーバーニング177cm、99kg、菊池剛。菊池、木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね。そのあたり注目じゃないですか。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。掴んだ、逆に返します。余らす式で倒してまいります。ロックアップ、ボディスラムで投げてまいります。行くのか、フロントのヘッドロックに取ります。乾いた音が館内に響きます。組み合います。場外に落とします。こうやってプロとして戦っていますとね、ここかしら悪いところは必ず出るんですよ。首、腰、膝、肘とね、上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああ、そうですよね。抱えます、耐えます、リング内に戻ります。蹴りを見舞ってまいります。ワイヤーマンズキャリー。プロレスラーとアクションスターというまさに二足のわらじを履きますこのアキラ。一見そのキャラクター性に目が行きがちではありますが、実はあの三銃士とは同期にあたります。三銃士と時代を共に歩んできたこの男、その年輪は伊達ではありません。組みに行きます。ロープに振ったあります。ボディスラム、ブレンバスターに取りま打たせません。簡単にはいきません。掴みます。あっとエルボー。この辺り切れ味鋭いですよね。そうですね、一発一発がシャープに入ってますね。エルボー行くのか。ロープに振ってキックを打っていきます。あっと逆に切り返した。カウント2つで返してまいります。組みに行きます。コーナーに振ったドロップキックであります。組み合います。ロープに飛ばしたラリアットを打ち込んでまいります。スタンディングを取らせます。ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを落としてまいります。エルボーを入れていきます。ロープに振った館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。ヘッドバットを打ち込んでまいります。抱えます。サイドスープレックス。組み合います。コーナーに振ってカウンターで返します。ゼロサインキック打ち込んでまいります。逆にバックに回ってドロップキックを見舞ってまいります。行くのか。ロープに飛ばした。ゼロサイン。組みに行きます。させません。ロックアップ、逆に振り返してアダルスキのブレーンバスター強烈。ストンピングを叩き込む。足りてー。もう気持ちだけで打ってますね。はい。ロープに振った。あと後ろに投げていった。頭突きを打ち込む。さあこれは逃れることができるのか。これは入ってますよ。キックピッコルヒカ。あっとエルボー掴んだ。あっと逆にキック。バックを狙っていく。抱き起こす。腕を回した。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。エルボーを入れていく。組み合った。正面から投げていった。ドロップキック。頭を掴んでエルボーを打ち込む。円髄切り。コーナーに登ってドップロックだ。ミサイルキック。トップロープを奪う。リングに戻ります。腕をフックした DDT 前頭葉から突き刺さった。ギロチンを落としていった。いけるか。対角線に飛ばした。ドロップキック強烈。腕を固めて丸めていった。ここは踏ん張るとこですね。そうですね。ここからはお互いに精神力の勝負ですよ。あっとうまく切り返した。あっとドロップキックガチッと組み合った。場外に落とした。場外に移行した。首根っこを掴んだ。エルボー強烈。脳天食い打ちパイルドライバー。リングに戻ります。リングに戻ります。いけるか。ボディスラムで投げつける。カバーした。岸壁の母の胸に抱かれました。蹴っていった。抱えた。読んでいます。まさに読み切り小説。岸壁にたどり着きました。組み合った。巻き投げで切り返した。そのまま後ろに落としていった。抜くのか。リバースで返した。バックに回った。おっとそのまま後ろに落としていった。ガチッと組み合った。ロープに振って倒していった。ドラゴン行くのか。ドラゴンスープラックス。青コーナーよりプロレスリングノア小川義成入場。小川義成が入ってまいりました。赤コーナーよりチーム2000金本浩二入場。入ります。小川さん、小川川、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア公式戦30分一本勝負を行います。小川、青コーナー、プロレスリングノア、180センチ90キロ、小川義成。赤コーナー、チーム2000、180センチ90キロ、金本コーチ。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではその辺りを注目してまいりたいと思います。させません、抱えます、ボディスラムです、組みに行きます。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。行くのか、フライングメイヤーで倒します。高周波数の音が館内に響きます。フライングメイヤー、ドロップキックであります。キック攻撃を見舞ってまいります。ボディスラム。レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね。確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。蹴ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。腕攻めに転じます。腕をフックします。フロントからのキック、ロックアップ、ドラゴン殺法と呼ばれた華麗なファイトスタイルで一大センセーションを巻き起こしていた藤波辰巳の姿に憧れ、プロレスラーを志したこの金本浩二。念願の藤波との一騎打ちも果たした金本の飛龍伝承は今後も続いていくのでありましょうか。組み合います。逆に振り返して切り返します。まさに返し技の妙。バックを取ります。バックからスリーパーに入ります。行くのか、倒してまいります。ねちっこい展開に移行してまいります。ロープブレイクであります。乾いた音が館内に響きます。そのまま絞り上げます。キックを打っていきます。グラウンドでの攻防に持っていきます。腰を落として逆片指固めの体勢です。フロントからのキック、組み合います。コーナーに振った。逆に切り返します。スタンディングを取らせます。ブレインバスターに取ります。ブレインバスターで叩きつけます。ガードします。腕を取ります。腕を決めてまいります。ロープに逃れます。足を狙ってまいります。耐えます。腕を回します。ブレンバスターでぶん投げます。エンジン切り。相手を挑発してまいります。打ち込んでまいります。逆に振り返した。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。ボルテージが上がります。リング下に降ります。顔面を狙ってまいります。さあ粘着質激しいこの3ミッションいかがですか？そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。小脇に抱えバックドロップ、ジャンピング式。腕を回したキック、ドロップキック強烈。石が鎖と突き刺さった。ここで持っていくのか。10分経過。リングに戻ります。蹴っていった。裏間なら固める。2カウント。ブレインバスター行くのか。ブレインバスターで叩きつける。引き起こす。ブレーンバスターで投げつける。腕をフックしたブレーンバスターで投げつける。抑え込んでロープブレイク、蹴り上げていく。 DDT 前頭葉から突き刺さった。足を取った。ここが攻め時ですね。相手にダメージがありますから、ここで一気にいきたいですね。抱えたリング上の殺虫剤 DDT、 腕をフックした。シュミット式で落としていった。ガチッと組み合った。逆に振り返した。 DDT 首ネックがへし曲がった。小脇に抱えたバックドロップホールドで固める。ここから大技2発3発持ってきたいですね。いけるか。あっと返した。そのまま体固め。抱えたシュミット流で倒していった。コーナーに登ってミサイルキックが発射された。起こした。さあ、さまざまなベクトルが絡み合うリング上、まさに感情のスクランブル交差点。ズームストンで落としていった。タイガー行くのか。タイガースープレックス、カウント3が入りました。青コーナーよりエルサムライ入場。さあ、ジュニアの巨人る侍が入ってまいります。赤コーナーよりプロレスラブ選手入場。ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア公式戦30分一本勝負を行います。お侍青コーナー180センチ92キロエル・サムライ。赤コーナーオリジナルレスラー。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。逆に振り返してラリアット、ストンピング、蹴りつけてまいります。エルボーを入れていきます。リング下に落とします。ストンピングです。リング内に戻ります。リング内に戻ります。組みに行きます。逆に振り返した。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつもつきまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。ああ、なるほど、そうだったんですか。あっと、エルボー。こうやって倒れる時にね、受け身を取ることによってレスラーはダメージを軽減させてますからね。この辺が奥の深いところですよね。ああ、そのあたり注目して見てまいりたいと思います。抱えます。ブレンバスター、フロントからのキック、組み合います。フライングメイヤー、蹴りを見舞ってまいります。を打っていきます。ボディスラム、起こしてまいります。行くのか、対角線に飛ばした。キックで返します。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。ドロップキックであります。ロックアップ、投げてまいります。フェイスロックの体勢です。ロープに逃れます。掴んだ。この辺りラフに転じてまいります。組み合います。場外に落とします。いや、素晴らしい動きですね。そうですね、運動神経が素晴らしいですね。はい、リング内に戻ります。リング内に戻ります。腰を落とします。耐えます。外してまいります。掴みます。ラフ殺法に転じます。ロックアップ。フロントからのヘッドロックに移行します。パンチを打ち込んでまいります。足を殺してまいります。行くのか。ロープに振った。パッと返します。ブレインバスターで叩きつけます。バックを取る。危ない状況。裏 DDT ストンピングを叩き込む。抱えた。あと耐えた。ガチッと組み合った。ロープに飛ばした。背骨に打ち据える。コーナーに登ってリングに戻ります。組み合った。ボディスラムで投げつける。腕を回した。直下式ブレインバスター。さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。小股に挟んだ。あっと逆にフランケンシュタイナー。耐えました。蹴り上げていく。腕折りか。ドロップキック強烈。打ち込んでいく。もう針振り切ってますね。そうですね。すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。コーナーに振った。これ危ないですよ。盲点粉砕か。いけるか。強烈に締め上げる。ハンマーパンチ強烈。コブラクラッチの体勢。あっとエルボー。ブレンバスター行くのか。今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。チキンウイングで固めていく。完璧にたどり着きました。フランケンシュタイナーで切り返した。カウント2つで返してまいります。足を抱えた。あっと円髄切り。固めていく。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。投げっぱなし。パワーバーム。奥歯をかみしめた。うまく切り返した。抱き起こす。エルボーを入れていく。腰に手を回した。青コーナーより新日本プロレス小林邦明入場。さあ、伝説のトラハンター小林邦明が入ってまいりました。赤コーナーよりプロレスリングノア小川義成入場。小川義成が入ってまいりました。小川ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア公式戦30分一本勝負を行います。青コーナー新日本プロレス 181cm 105kg 小林邦明。赤コーナープロレスリングノア180cm、90kg、小川義成。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。蹴ってまいります。行くのか。フロントからのヘッドロックに移行します。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。逆に振り返してエルボー、ロックアップ、皮ずがけで倒します。組み合います。皮ず落としです。なんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのは、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。ブロックします。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。逆に返します。腕をフックします。耐えます。さあ、まさにレスラーという雰囲気をオーラのように醸し出しております、この男。浅野でも程よいと思われるその背中は、まさに五光が指しているかのようであります。さあ、今宵はどんなファイトぶりを展開していくのでありましょう。注目であります。リング内に戻ります。リング内に戻ります。キックを打っていきます。ラフ殺法に転じます。組みに行きます。スリーパーで締め上げます。ロープブレイクであります。行くのか。させません。抱えます。リバースで返します。リング下に降ります。リング下に降ります。フロントからのキック、ズームストーンで落としていきます。こういうペースの持っていき方うまいですよね。これで完全にペースを持っていきたいところですよね。うん、チェンジオブペースといったところですね。リング内に戻ります。逆にバックに回った。あっとエルボー、組み合います。ボディスラムです。蹴りを見舞ってまいります。サミング、フロントからのキック、組みに行きます。ボディスラムで投げてまいります。小脇に抱えます。エルボーを入れていきます。掴みます。いやらしい攻めを見せてまいります。ロックアップ、フライングメイヤー、絞り上げてまいります。組みに行きます。ロープに振った。ロックアップ、ロープに振ってニールキック、コーナーに登って、ここは戻ります。顔面を蹴り上げます。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね。泣き言言ってられませんよ。そうですよね。トランスキック、強烈、逆エビ固め、岸壁の母の胸に抱かれました。ああ、いやらしい攻撃だ。腕をフックした。DDT 脳天、抜くのか。ここはチャンスですね。ええ、ここは一気に行くしかないですよ。フロントキック、後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック、放っていくのか。リングに戻ります。蹴っていった。顔面に入りましたよ。危ない状況か。さあ STF、 小股に挟んだ。脳天食い打ち、パイルドライバー、急降下ニーズアップ、いけるか。ボディスラムで叩きつけた。組み合った。場外に落とした。場外に移行した。ガチッと組み合った。逆に振り返して、ガチッと組み合った。あっと切り返した。リングに戻ります。このポーズ、はったー、キック、奥歯を噛みしめた。させません。外した。組み合った。ロープに振った。いけるか。コーナーに振った。あっとエルボー、ストッピング、掴んだ。あっと円髄切り、キャメルクラッチで強烈に締め上げる。岸壁にたどり着きました。抱えた。 DDT 観光、重いですね、一発が。腕を取った。エルボーを入れていく。蹴り上げていく。すごい形相で締め上げていく。ガチッと組み合う。バックを取って小脇に抱えたバックドロップ、ジャンピング式 DDT 前頭葉から突き刺さった。あっと、そのままジャックナイフで固める。フロントキック、ズームストンで落としていった。顎を狙っていく。リバースで切り返した。組み合った。正面から投げを見舞った。感極まって投げ出している女性ファンもいます。エクスタシークライマックス、いけるか。バックを取って、おっと丸めていった。ここから大技2発3発持ってきたいですね。バックを取って、バックドロップ。